恋愛の駆け引きあるある、イエーイ。アツトッチョッチです。パッパラパッピーなっちゃんです。はい、というわけで今回はですね、恋愛の駆け引きあるあるやっていきたいと思います。恋愛にはさまざまな手段を使って好きな人をゲットするという駆け引きがございます。そんな駆け引きを今日は僕たちが紹介したいと思います。それでは恋愛駆け引きあるあるどうぞ。あ、よっちくんだ。え、なんだろう、よっち今何してるの？え、なになになに？え、今ぼーっとしてた。ちょっとなんか LINE あんま可愛くないな、私の LINE。 え、どうしようかな。なんかやっぱ絵文字とかあった方がいいと思うんだよね。キラな絵文字とか。え、ちょっと待って、即反応してんじゃん、早くない？私、待って待って、既読とかすぐつけてるとちょっと嫌われそうだな。え、どうしようどうしよう。え、ちょっと待って、どうしようかな、空いてると思った。え、あ、じゃあどこ行く？あ、ちょっと待って、でも返信早すぎるとちょっとキモいって思われちゃうかもしれないな。あ、いや、あ、待って、既読つけちゃった。とりあえず今日はちょっと返信するのやめよう。ごめん、昨日寝落ちしちゃった、泣き。え、既読やば、早っ、寝てたんかーい。あ、よっちだ。土曜空いてる？え、空いてる、空いてるよ。え、デートかなー。あ、すぐ空いてるって言ったらなんか暇な女みたいだから、ちょっとここは空いてないってことにしようかな。空いてないや、ごめん。あ、そうなんだ。じゃあ日曜日は？え、でも日曜日こそ空いてたら暇みたいだから。あー、日曜日も空いてない、ごめん。月曜日、ごめん。火曜日、ダメ。あー、ごめん、水曜日も。金。あ、間違えてだって送っちゃった、間違えてだって送っちゃったよ。ダメ、ごめん。忙しいんだね、多忙な女を演出しないと。本当は全部空いてるけど、ごめんよっち、既読つかない。あー、よっちくんから LINE 来ないかな。来るわけないか。あー、やっぱもう連絡しようかな。だって明日まで会えないし。よっちだ。え、昨日のボンボン TV 見た？え、見た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 。あ、間違えた。見た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 。記憶、え、やば、え、やば、ちょっと消しとこ。え、なんてくるかな。え、まさかすぎるんだけど。面白かったよね。え、なんでこんなこといちいち連絡くれんの、嬉しい。面白かったよね。うん、すっごく面白かった。よっち、今何してんだろう。え、何してるか聞こっかな。今何してるの？あ、待って、でも何してるのとか自分から聞いたらなんか知りたいみたいだから、ちょっとやめとこ。今、え、え、今何してるのって来た。え、え、嘘、一心伝心。え、え、え、今、え、よっちのこと考えてたなんて言えないしな。え、なんて黒、ちょっと待って、ここは忙しいふりを装って。あ、宿題してた、宿題してたよ。
本当はヨッチと LINE しかしてないんだけどね。なんて来るかな、なんて来るかな、返信遅いな、既読ついてからの返信、あ、来た。なっちゃんのこと考えてた。ヨッチ私のこともしかして好き、待って、嬉しい、私もとか送りたいけど、でも送ったら好きな気持ちがバレるから、ジュースのね、ジュースかーい。お、うわ、なっちゃんからだ。うわ、あっちから来るの珍しいな。よいしょ、めずらしいねと、よいしょ、暇つぶしか。あ、そうだ、週末ちょっと空いてるか聞いてみようかな。断られるか。あー、なんか空いてるけど乗り気じゃないな。全然文字もついてないし、これマジか、俺嫌われてんのかな。あ、待てよ、なっちゃんっていつも呼んでるからな。ちょっとここは真面目に名前で呼んであげようかな。なっつって呼んでみようかな。あー、呼んでみようかな、恥ずかしいな急にこの真面目な感じどうかな。暇つぶしやら空いてるけどとか、なんかそっけないよな。うわー、やっぱいけない。うわー、やべ、消したい、恥ずかしい。あ、うわー、こんな変わる。うわうわうわまだ送ってくるやん。いや、もう言っちゃったよ、もう言っちゃったよ。あ、うん、浴衣着てくから、あ、すげえ、わー、ま、名前で呼ぶのいいね、あれかもね。よし、今日こそなっちゃんを落としたいけどな、どうしようかな。今日はどんな手を使っていこうかな。とりあえず、まあ、入りはこんな感じで、うん、あ、うん、何これ、相変わらずそっけないんだよな、全然そっけないじゃん。忙しいのかな、忙しい、あはっ、速攻で帰ってくるやん。うん、ちょっとこれは忙しいなら、ちょっと連絡を後からね、しよう。あ、大丈夫なんだ、ちょっと焦らせるかな。ちょっとモテてないけど、モテてるアピールでしょ昨日何、さっきに告白された、されてないんだけどね。あれ、あー、今年で10人目とか言ってくれもう泣いちゃってるじゃん、なにこれ。うわ、めっちゃ焦ってる、うわ、めっちゃ焦ってる、やば、どうしようかな。誰に、クラスの人、クラスの人とか言っとくか。終わった、終わったって何、何が、何が、どうしたの、どうしたの。めっちゃ動揺してる、やばい、めっちゃ、うわ、バカって書いて、もう彼女みたいに言ってくれ、これうわ、これ結構効果てきめんなんじゃない。ちょっとどうしようかな、ちょっと既読するとかでもしてみようかなちょっと泣いてる、泣いてる、あー、やばいな、これ絶対好きじゃん俺のこと。やばい、めっちゃ来てる、やばい、めっちゃ来てる、やべなんで明日休むんだよ、かわいそうだよ、嘘だよって言っとくか。なに、先生とリサ子に言っといてめっちゃあったつって全部嘘だよって、もう絶対好きやん。はい、というわけで恋愛の駆け引きいかがだったかでしょうか。いかがだったでしょうか。なんだろう、なんであれ既読スルーしちゃうんだろうね。なんかでも、うん、別に意図的ではないけど、うん、好きな人の LINE は返信めっちゃ考えちゃって、うん、時間が15分とかかかったことある。なるほどね、なるほどね、あ、丁寧に送ろうとしちゃって時間かかったことある、うん、ああ、なるほどね、なるほどね、うん、確かにそれに近いのかもしれないね、うんうん、他にもいろんなね、恋愛の駆け引きあると思うので、コメント欄にぜひ書いていってください。それではこの動画面白かったら高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。チャンネル登録はこちらから。僕たちに実験検証してほしいことを募集中です。オファー